ですか。セブンス・デイ・アドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です。今回のお話の題は日本人的贈り物です。武士道について書かれた本に日本人の贈り物について次のように言及されていました。アメリカでは贈り物をするとき、その品物を褒め添やす。しかし日本では品物の値打ちを軽く言ったり悪く言ったりする。アメリカ人の場合、悪い品物を差し上げることは相手を侮辱することになるが、日本人の論理はこうである。どんな贈り物も立派なあなたにはふさわしくありません。どうぞその品の価値ではなくて感謝の印としてお受け取りください。たとえ最上の品物でもあなたにふさわしいといえば、それはあなたの品格を傷つけることになるでしょう。なるほど、日本人の持つ謙譲の心を美しく感じてしまうのは私も日本人だからなのでしょうか。ところでこの日本人的贈り物の作法は神様と私たちの関係にも似ています。神様から与えられた救いは受ける資格のないものにお与えくださる神様の圧倒的な恵みです。神様からのご厚意です。その中で私たちができる良い行いといえば、神様のご厚意を謙遜にただただ受け取るだけなのかもしれません。私たちの行いがどんなに良いものであっても、天の水準からするならば甚だ未熟、不完全です。それでも神様は私たちの良い行いを憐れみのうちにお喜びくださいます。そこにこそ私たちの喜びがあるのです。新約聖書エペソ人への手紙2章の8節9節、あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。最後までメッセージをお聞きくださりありがとうございます。皆様の上には神様からの祝福が豊かにありますように。